助けを求める者あらば救うまで。この城は秀吉様の大阪城。俺に勝てると思ってんのか。笑わせるぜ。よっ、やったぞ。貴様ごとき浮村やり潰してくれ。私も力を尽くします。守備は上々か。次は負けぬ。横島なる者を打ち破ったり。Yeah!
横島なる者を打ち破ったり。守備は上々か。素晴らしい武勇、思わず見とれてしまいます。助けを求める者あらば救うまで。雪村、花と散るも本望。なる者を打ち破ったり。倒さなければならないのに、私はどうすれば。
よろしくない状況。どう持っていこうかしら。助けられた。こんな時どうすれば。礼を言う。助けを求める者あらば救うまで。倒さなければならないのに、私はどうすれば。見事な技の際です、ユウ様。
任務完遂のため私も力を尽くします。守備は上々か。こんな時どうすれば。敵もやるようだな。お見事な戦ぶり。よろしくない状況、どう持っていこうかしら。敵はいつこ。ここで来たまれ。礼を言う。銀河王法。さらば。ジャック。我に資格なし。我が気迫妨げるものなし。よし。わあ、うん、まさか。三成殿、ぜひ我らと来ていただき。お誘いはいかにいるよ。得体の知れぬ奴のために働きたくはないのでな。なんという傲慢な物言い。ならば力ずくでも来ていただく。お任せあれ。三成殿は時に包囲されている。直ちに救援せねば。
に力で動くような人物ではない。それが分からぬのか。私が行くわ。私ですか？見事な技のせいです、リュウ様。任務完遂のため、私も力を尽くします。敵はいつこ？守備は上々か。勇者に挑もうってか。いい度胸してるぜ。断る。なぜどこの馬の骨とも知れぬやつにホイホイついていかねばならぬのだ。英雄殿とはいえ、その言い草許せぬ。鬱陶しいのだよ。気に入らなければ力づく。それがこの世界の流儀か。恐れよ。三成殿、強引な勧誘に辟易しているようだな。私がここから逃がそう。余計なお世話だ。貴様もさっきの奴らと同じ類だ。いや、私はただあなたを助けたいだけだ。俺を助けたいというのなら策に協力しろ。この辺りの拠点を奪還してほしい。余計なことはするな。ただ拠点を取ればいい。大将首を取ろうとするなどもってのほかだぞ。いちいち口の悪い男ね。もう少し言い方に気をつけられないの？いざ、この超知竜と勝負してもらおう。抵抗していた三成殿が自分から出てきたぞ。一体どういうつもりなんだ。ワンフォアタイブス、銀河王国、さらば。ワンフォア、もしやこれは何かの策では。まあまあやるではないか。では俺の秘策を見せてやろう。三成様のお考えが読めません。皆様、あの方から離れてください。今のうちに先へ進むぞ。しばらくは追ってこないはずだ。敵の包囲をうまく切り抜けたな。そういえば秘策とは。秘策などない。ただバッタリをかまして敵を脅しただけだ。援軍として参りました。二の矢があったか。この先は敵の守りが厚い。そこで次の手、敵の装備を奪い工作兵に着せてくれ。騒ぎを起こさぬよう秘密裏に頼む。守備は上々か。
よし、文句なしの戦果。あの人の能力は大したもの。でも言い方で損をしているようね。お見事な戦ぶり。ハヤブサ流忍術こそ天下無双と知れ。資金の調査を完了しました。特に怪しい仕掛けは見当たらず。そんな、三成様は何も仕掛けず逃げたということですか？この世界の連中はバカ者ぞろいと思ったが、お前たちは幾分マシだな。さっさと逃げるぞ。敵が勝てば敵もさすがに勘づくだろう。あと少しで策がなる。変装した兵を敵にぶつけろ。お前たちは味方のはずじゃ。とにかく応戦しろ。障壁は排除し、進むとするか。三成殿、見事だ。敵はまんまと同士打ちをしている。因果応報。敵が間抜けだっただけだ。こんな戦果誇るに値せんな。見せてやろう、歌方の者の負の力。俺は終走ってんだ。一つ勝負といくかい。素晴らしい武勇、思わず見とれてしまいます。守備は上々か。私と勝負してください。
せ。お任せください皆様、ここをお止めください。学ばせてください。これは私たちを脅し入れようとするためです。この勢いに乗じます。グッドラック。その技手本とします。私も入れてください。見事だ。その力、心から頼もしく思う。ひるみはしない。雪村ではないか。お前もこの世界にいたのか。いつなるとも。銀河王鵬、さらば。再会の喜びに浸りたいのは山々ですが、この世界は今大変な状況なのです。あなたのことはこの雪村がお助けします。ですから共に来てくださいませんか。味方の者の不王家が相手だ。よし、こちらの思い通りだ。ここまで来れば一安心か。お前たちもそれなりに役に立ったぞ。三成殿。おい、そのおお、そうか。感謝する。ふう。ああ、三成殿。ふう、そう。うん。三成殿。いいだろう。ああ。おお、なんだ。うん、そうだな。おい、そうだな。ああ。
敵将を秘密裏に調略する。俺たちなら造作もなかろう。堂々と乗り込むわけにはいかない。何から行くぞ。そちらにいては身を滅ぼすだけだぞ。バカでなければ俺についてくるのか。何を言われようと裏切るつもりはない。参る。人のことは言えないが、少しは笑顔でも作ったと。呼ばれても呼ばれなくても出るぞ。出る。私も力を尽くします。守備は上々か。有馬の黙々と任に臨む姿勢嫌いではない。石田は不器用で生きにくそうな男だ。だが心の内には熱いものを秘めている。武は荒削りで見れたものではない。だが我らの元で鍛えれば十分戦力になる。ああ、何が言いたいのかい。全然頭に入ってこねえんだよな。それでも馬鹿にしていると思われてしまう。そう。ならば最初に相手を褒めればいいのだ。守備は上々か。見せてやろう、歌方の者の負の力を。お見事な戦ぶり。今応報。さらば。雪村水産。
運河王鵬さらば。我に資格なし。ハヤブサさん、弟子にしてください。お前ほどの者がなぜここでくすぶっている。時勢も読めぬ武者として歴史に残りたいのか。急に何を言っている。私は玉木のやり方に不満などないぞ。残しままるものを打ち破ったり。なぜだ。俺が間違っているとでも言うのか。お前や俺のような口下手が説得を試みたこと自体が誤りかもしれないな。こっちだ。侵入者を排除しろ。敵が集まってきてしまったか。ここは逃げるしかなかろう。俺としてもこれ以上の連戦は厳しい。了解だ。忍びの技を見よ。お任せください。学ばせてください。何を言います。見えなさい。この勢いに乗ります。学ばせてください。私も入れてください。整え。守備は上々か。アメイジング。消えなさい。ハヤブサ流忍術こそ天下無双と知れ。これで終わりです。逃げた。お任せあれ。まさかこんなところで。しまった。やけど俺が行くまで辛抱していろ。今応報さらば。守備は上々か。ハヤブサ流忍術こそ天下無双と知れ。次は負けぬ。浮村残しままる者を打ち破ったり。さっさと逃げるぞ。お前が捕まりでもしたら目覚めが悪い。救援感謝する。石田も存外情に熱い。
しもなるものを打ち破ったり。俺も口下手だが、お前もなかなかのものだな、石田。俺の場合、元の世界では口出しとなる部下がいる。助けられることも多いが、お前はどうだ。左近か、義継か。いや、そもそも大弁者がいること自体ダメなのではないか。勇者に挑もうってか。いい度胸してるぜ。ここは私が。礼を言う。因果応報。さらば。チクショ、勇者も肩なしだ。次はこうはいかねえからな。我に資格なし。見事だ。戦いの数だけお前は成長しているな。因果応報。さらば。石田、もう少しで逃げ切れるぞ。言われなくても分かっている。行くぞ。この戦、俺の部で決めてやる。敵はいつこ。さあな。だが俺はお前の気持ちを理解しているぞ、石田。ああ、石田。何？ん？いや、いや。つまらぬものですが。うん、それは。いや、行くぞ。玉木と話すつもりはない。速やかに叩き伏せる。お兄さん、
本気で戦うおつもりですか？無論、本気に決まっている。タマキちゃんと話し合ってあげてください。きっと分かり合いますよ。その必要はない。邪魔をするなら消えてもらう。タマキちゃん、チョウインさんのところへ戻って。こんなところで終わっちゃダメだよ。でもお兄様、私はまだ諦めません。本当にいいのか？ああ、家族と戦う覚悟ならとうにできている。不器用。因果応報、さらば。玉城殿の話を聞かれよう。断る。見事な技の勝利です、兄様。任務完遂のため私も力を尽くします。守備は上々か。全て蹴散らしてやる。敵に反撃の機を与えてしまったか。同族の争いは多くの悲しみを生む。玉城殿のため矛を収めていただきたい。断る。同族の話と思うなら口を出さないでもらおう。お兄様は優しくて温かくて楽しくて。因果応報、さらば。そんなことをする人ではなかったの。なんと言われようと邪魔をするなら戦うのみだ。ワンファーティングさん。Well fought. 守備は上々か。これで少なくとも玉城の仲間は私を憎むだろう。言いたい奴には言わせておけ。お前の覚悟、俺には伝わっている。本気でぶつかり、世界を変えろ、四季。そして、俺を早く元の世界へ帰らせてみろ。私の話を聞いてください。呼ばれても呼ばれなくても出るとこ出る。Leave it to me。 何度来ても無駄だ。それが分からぬなら徹底的に潰すしかない。玉城を守る勝利を倒し、どうする？守備は上々か。玉城には指一本触れさせん。みんな行くぞ。玉城を守るんだ。いざ尋常に勝負せよ。
の妹と戦うつもりか。今からでも遅くはない。考え直せ。忠告感謝する。だが私の決意は変わらない。妹に手を挙げるなんざ下道の所業だぜ。下道か。それがどうした。式はいつか後悔するぞ。大事なものってのは失ってから気づくんだ。だから敵はいつか、そうならぬよう戦っているのだよ。因果応報。お見事な戦ぶり。そのよし、こちらの思い通りだ。押されている。このままでは。破ったり。無働き、ご苦労。もう分かり合えないということですか。その通りだ、玉木。お任せください。その技、手本とします。落ちろ。学ばせてください。そんな。 Now we're talking。 見えなさい。玉木は戦意を尊敬する。ここで倒せば二度と話し合う日など起きない。よかった。消えなさい。頑張ってください。残しもなるものを打ち破ったり。私の知っているお兄様はもういない。皆様引きましょう。そうだ、それでいい、玉木。三成殿。うむ。なんだ。シキ、わかった。感謝する。承知した。あげるよ。
つまらぬものですが。バカが。さてと、さてと。いらっしゃいませ。また来てください。いらっしゃいませ。また来てください。ようこそ。またのお越しを。